はい、どうも、毎度おなじみ、ゆうご .tv のお時間でーす。本日は、人生に役立つ情報を配信していきまーす。今日紹介する、サイバー系でちょっとお届けしよう。今日のお題は、不得意は放置でいい。こちらのお題を今から読んでいきます。教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。それではいきます。あなたがうまくいかない原因は、不得意をしているからです。不得意をしているからうまくいきません。不得意を克服しようとする姿勢は、受験勉強の名残です。国語90点、数学80点、理科30点とあれば、理科を勉強しなければいけないと言われます。親からも先生からも、不得意を克服するべきだと言われてきたため、思い込みがあります。確かに受験で不得意の克服は大切な取り組みの一つです。しかし、人生では不得意は克服しなくていいです。不得意を克服しようとしているうちに、人生が終わってしまうからです。人生はそれほど長くありません。人生たった3万日です。3万回寝たら人生終わりです。不得意はほったらかしてしましょう。不得意があっても悪くありません。苦手です。気が向きません。などと、うまい言葉でその場をしのげば逃げられます。誰にでも不得意が一つや二つあるため、あまり強く言えないのです。人生は得意だけで勝負すればいいのです。人生の時間は限られているのですから、得意だけに集中するのが一番です。得意はどんどん伸ばしましょう。不得意はほったらかすためにあり、得意は伸ばすためにあります。得意を軸に生きると、物事にスムーズに進むのです。今日の格言、不得意はほったらかして、得意を軸にして人生を進める。なるへそ。確かにね、やりたくないのとか気が向かないのは、やってもいいことない。確かに自分の得意、長所をどれだけ伸ばすかみたいな。そっちの方がいいのかな。はい。今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録やコメントの方をよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ドローン!